一度も来たことがなかった草津温泉にやってきました。草津温泉といえば湯畑、せっかくならばということで、この湯畑の全貌を見ることができるホテル一位さんに部屋を取りました。初めて見るとそれは本当に壮観です。草津温泉といえば湯畑ですが、それ以上に草津よいとこ一度はおいでという草津節はあまりにも有名です。草津に来たことがない自分でも知っている歌です。立ち込める硫黄の匂い、立ち上がる湯気、源泉から湧き上がり流れるお湯、どれを見てもああこれが草津でこれが湯畑なんだと思い知らせてくれます。日中の明るい湯畑もいいのですが、日が暮れた後の湯畑はライトアップもあって別の顔を見せます。昼の顔が湧き上がる源泉という力強さがある反面、夜の顔はライトもあって幻想的な雰囲気を感じさせます。